はいどうも、妖怪三国志国取り図やっていきます。ログインボーナスね、エスコンが相変わらずもらえるのと母の日ボーナスでね、今回はエスコンをもらいましたということで、今回はねまず加工トンがねちょうど来たので、まずゲットしてみました。はい、うまく取れなかったんだけど、加工トンねついにゲットできましたね。加工トンありがたいな。みんなも多分毎日やってる人はちょうど同じタイミングにゲットだったんじゃないかなと思いますね。おお、群馬神かなり埋まってきたな。やったぜ。ということでね、毎日このメンバーにね、桃を送るとね、加工トンゲットできますので、ぜひね、漏れることなく加工トンゲットしてほしいと思います。まあパネルミッションね、これいいね。またもう消えちゃって見えないんだけどね、またやってほしいね。一応これで群馬神95体目、もうすぐ100体いくかなーってとこかな。じゃあちょっと加工トン見る前にガシャやりましょうか。そろそろいいのを期待している。よいしょ。イーコン、あでもイーコンはね実は一番嬉しいんだよね小生作るから。ということで一応ランクアップね、いろいろ報酬もらっていきましょう。この群馬神 S2 コンがね意外にいいよね。そして到達ポイントもいい。でここはもうね10突しちゃってるからもうもらってもしょうがない。そして今回のログインボーナス、そしてねランクアップイベントの7位とかね、まあそんなかんなやってんだけど、なんとかね、なんか今回のちょっと後で話すけど、今回のランクアップイベントの方がなんかみんなやっぱり超限界突破できるから、なんかやる気が高い気がする。一応1位最後ギリギリ取って、一応隊長昇格できましたなんとかね部長になりましたね。そして玉璽もゲット、そして栄冠ゲットということでね、こいつは最後にね、一番イベント終わったら交換したいなと思います。そして大黒天はまだまだちょっとね忘れないようにギリギリ粘りたいと思います。じゃあちょっと過去と見る前にすいません、ガシャ毎日無料、おスペシャルコンがちょうどたまりましたね。じゃあそれもやろう。ちょ毎日無料ガシャね、いつもこれたまに忘れちゃうんだよな、23時間に1回とかっつって、ちょうど今この時間になっちゃったな。はい、たまには一連でも会おうか。おばくさまじゃねえや、超限界突破した、じゃねえやはい、チケットは今3枚だね。じゃあちょうどいいね、国取りコインもやっちゃおうかな。いや S2 コン嬉しいな。よいしょ、先駆けの助、いいんじゃない、マイル貯めたいね。そして挑戦の群馬コンはね、群馬新ガシャはねちょっと10連チケット貯まったらやりたいと思います。そして三国志コイン22個あるんでね、もう10突してあるのでこれをやりましょう。そっか、頑張ると群馬新 S2 コインいけんのか。超費でもよし、誰でもよしだな。超費持ってないので超費が一番いいかな。でも誰が出ても超限界突破できる。じゃあ今回20連いきましょう。全体の感じで言うと30連目だな。そろそろ出てほしいぞティン。国この三国志コインってどうなんだろうね、100連ぐらいしなきゃいけないのかな。金来い。ということで今回も食いもんだったな、食いもん。まあ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 、さあもう一回いきましょう。10連、20連、とにかく群馬神はね今もういくらでもいいね、超限界突破できるし、育てんのもね。うわー残念
なかなか難しいね。しかもなんか変なのなんかモナカ買ったりという感じで、ちょっと40連目もダメでしたね。国取りコイン、これはどんぐらいの確率なんだろうな。 1% ぐらい、パーセント書いてほしいよね。ガシャってパーセント書かなきゃいけないんじゃないのかなって思うんだけど、コインだったらいいのかな。有料じゃなければパーセント書かなくていいんだっけな。はい、まあまあまあこんな感じで、じゃあ三国志コインダメだったんで、最後ね群馬神ちょうどいいね、 S2 コン、できたら超限界突破をしたい、そして持ってないのが欲しい、そして持ってる、この前ちょっと聴覚が2連出てしまったという悲しい結果だったんで、聴覚と高孫さん、こいつらだけはね10凸してないので、この2人以外なら何でも嬉しい。というわけでレッツゴー、頼むぜマジお願いしたい。いやー、フェニックスが金ピカに、金ピカからの金になって、うわー、これは嫌だって言ったゴーソンさんになっちゃった。なんで今回 S2 コインで一番出てほしくない聴覚とゴーソンさんってね、ちょっとしときゃよかったかな、残念。まあ一応今回のね特攻妖怪なんで、特攻群馬神か、特攻群馬神なんだ。ちょっと運がなかったね。まあまあまあ、ガシャなんてこんなもんだよ。最初からあんまりね理想を高くしちゃいけないね。はい、そしたらね、ランクアップイベントはね、一応今は第4陣の4分の2まで終わりましたかね。36、ちょっと最後に書こうと見せますね。そしてイベント玉次は、まあちょっとそれは後でいいか。ここまで来てるね、38まで来てるので、あと52までね、あと14ということで、全部2で7回でもいいのかなって感じなんで、まああとはね、第3陣があと2グループ、あ、ごめん、第4陣か、第4陣4グループだから、あと2グループ2グループ、あと12、12345678か、あと8グループあるんで、まあ、最後はねどっからかがポイント倍になると思うんだけど、まあなんとかね52はいけそうだなっていう感じだね。到達ポイントはね、これも200万は軽くいけそうだなっていうところで、まあいいんじゃないかねっていうところだね。でやっぱあれだね、グループ1になるとこの群馬神 S2 コインのかけらがゲットできるから、やっぱ何気に素敵なイベントだね、このねランクアップイベント。ちょっとかなり S2 コインは運が悪かったんだけど、まあ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 、でもねこんな S2 コインを3回もね回せたんで、まあまあまあいいんじゃないですかね。かなり本当はね強くなれるチャンスあったかなっていうところでしたね。だからまた来てほしいと切に願うランクアップイベントね。ということで、まあ最後ね S コンも群馬コン S もゲットできるのでね、とてもいいイベントですね。はい、まあこれもあったからね、ワルノリンじゃなくてザ・シャークね、まあちょっと10凸超限界突破大作戦やってみたんだけどね、まあ今回のランクアップイベントね、とてもありがたいイベントという感じで、次はね軍団超級とかね、この辺の昇格イベントあるんだけどね、まあこれはもうちょっと私の実力ではちょっと厳しいかなって感じかな。いやあんまりね宝珠をねもう割るつもりはなくてね、やっぱりグマシン見るけど、バチョね、10凸してからやっぱ落ちないわ。落ちない、一回も落ちない。だから超限界突破はかなり大変なんだよね。だからこれに宝珠を割ってまあつぎ込んでもね、なんかなんだ、やっぱドロップちょっとね難しいんだよね。
だから、まあ、コメントとかだとね、もともと10凸前からもね結構人によってドロップしないとかあるんで、まあちょっとこの辺かなりね運要素あるんでね。バチをただ超限界突破は専門じゃなきゃダメそうだね。ということでちょっとなかなかあれなんだけど、まあまあまあバチを1203まで来ましたね。うん、これいい感じになってきたね。うん、結構好きだね。カゴスキル、超カゴスキルがね早くね解放させたいなって。エンマ族へダメージアップなんだ。へー、そうなんだ。そして土属性ね、うん、これもいい感じだね。エンマ族ダメージアップってことでね、多分今後エンマが来るんかなーっていう感じはあるよね。うん、まあ今後力クリティカル率アップとかね、まあイベントで使えそうな要素が強くなっていくので、うん、まあ単体ダメージプラス力揚力ダウン味方容器上昇ということでね、まあまあ結構使うパターン出てくるんじゃないかなっていうね。うん、まあ大黒天もそうだけど使い方をうまくすればなんかいい感じだなって感じです。そして私初めてゲットできました加工トン。加工トンね、ちょっとレベルも限界突破もねちょっと上げてないんであれなんですけど、うん、力系だね。そしてニョロロンにあるだね、ダメージアップね。だからこういうのうまくね使いたいね。うん、ありがたい。そしてスキル継承はよいしょ、カゴスキルね。継承スキルは攻撃速度アップなんだ。これすごいな、すごいな、これいいな、この継承スキルいいな、これ上げといきたいなっていうところ。うん、攻撃速度アップ、召喚威力アップね、この辺なんだね。力アップ、クリティカルアップということで、まあ前線のね、うん、まあ強さは多分そんなに強くはないとは思うんだが、時点番号12番なんだね。加工園が欲しいんだけどね本当はね、加工とこの辺、まあ兄弟なのかな、やっぱり。うん、加工と加工園、あともう1個ぐらい加工なんとかいいのかな。敵全体に非属性ダメージか、非属性ダメージこの前終わっちゃったね。マイティドッグに対して結構いい群馬師だったのにな。ちょっとまた火のイベント来たらねこいつ活躍してもらいましょうか。はい、ということで今回無事加工トンゲットできましたね。はい、まあもうこれね無料でゲットできるのね、ぜひね皆さんパネルミッションねクリアしてみてください。もうね群馬市はね今回やっと95体目、もうすぐ100体目だけどね、いくら増えてもね全然いいもんだと思うので、いやーいいね加工トン。またね本当は超限界突破したかったけど、次はねでもゲームマシン俺フェスガシャ軍団この2個をちょっと育ててんだけどね。うん、まあ両夫育てたし、まあ義援もねぶつかりさんということでね、うん、まあまあまあまたやっていきたいと思います。はい、じゃあランクアップイベントね、ちょっと超限界突破できた方ね、もしいたらコメントとかで教えていただければと思います。はい、じゃあ、こんな感じしましょうかね。はい、じゃあどうも最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたら、お、カーネーション、母の日イベントもね、22日まで結構所持溜まってきましたね。これも交換してまたね、ガシャとかやりたいと思います。はい、じゃあ、今回加工トンゲットでした。S5Inは残念。はい。それではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。